回は新生強川女子ゴルファー6名による特別ルールの18ホールストローク対決。優勝賞金は10万円。戦いの舞台は群馬県安中市にあるザ・レーサム。今回のルールは各ホールドラコンおよびニアピンを設置した特別ルール。参加する選手はこちら。今後活躍が期待される強川女子ゴルファー6名が挑みます。11番ホールまでの結果はこちら。次は距離のあるミドルホール、ショットの正確性が求められます。足つったやばいやばい、足つったんだけど、このつるの大丈夫やばくないですか。足滑りました。皆さん気をつけてください。私も多分なんかあります、ここ私もめっちゃ痛い。大丈夫だった。やばい、マジで。痛い。大丈夫。389ヤード、距離のあるミドルホール。狙い目は左フェアウェイがベスト。グリーンは一見大きく狙いやすいと見えますが、高低差120センチ、2段グリーンで縦長のためセカンドショットの精度が求められます。ガチ痛かった。でもさ、なんかさ、打った瞬間痛いとか言ったらすごいじゃん。ちょっと我慢してこうちょっとフィニッシュしたんだけど。気をつけてください、はい、足をつるときは水を飲むといいです。だよね。そうですよね。水分不足みたいな。水分不足だったんだよ。いっぱい飲んでください。わかりました。いっぱい飲んで。足滑る人はどうしたらいいですか。そうですね。そうですね。てかここまず激ピンじゃないですか。登って登って、やばいよね。登るわけないですよね。あー、落ちちゃう。頑張ろう。難しい。
い、ナイスです。ナイスです。ありがとうございます。ナイスパーです。ありがとうございます。スライスラインでした。あ、そうです、今のパーパットはスライスラインで外すか外さないか、でもあのカップを外しました。外しました。で合わせて入りました、はい、ちょっと緊張しました。下りではなかったですか。下りではなかったです、あ、でもちょっとですかね。めちゃめちゃ集中してましたもん、はい、でも2パットで、ね、あ、よかったです。唯一1人パーなのでナイスパーです。ナイス。ナイスショ、よいしょ、ナイス、ナイス、ありがとうございます。 ありがとうございます。ナイスショーです。真ん中。おー飛んでる。立ち上がり。ね、そうですね。なんかあの自分のプレー的にはそんなに悪くないけど、でもあの賞金の話とかされちゃったら、まあでも私の方が全然年がいってるんで。あそこまでの勢いはないんですけど、ますます負けたくないなって思いました。なんとか追いつきたいです。なんか悔しいですね。うん、あ、奥か、大きいかな。
止まれ。ナイス。ナイス。マジ止まんない。みんなウッドでもガンガンピン攻めてきますね。さすが。風もまあ上げてるからちょっと奥だったけど、でもあれでピン狙うってすごいですよね。スプーンとかクリークでこんだけの精度があるって本当にすごいな。先です。お先です。ちょっとセカンドあの今までのコースより長く残って、うん、急にそれがうまく打てなかったから難しいところに行っちゃったよ、うん、って感じ、うん、あここは優しいのかな、うん、いけあの、うん、私は奥よりいいと思う。ここのホールはどうなんですかねあでも池昨日あの練習ラウンドされてましたもん12番ホールまでの結果はこちら。次はザ・レーサムの名物ホール、攻略するのはどの選手か。ゴルフ歴は12年ぐらいで、始めたきっかけは両親がやっていたので、それにつられて一緒に練習場に行ってっていう感じです。はい、ありがとうございます。今まあ、昔からでもいいんですが、はい、憧れの選手とか憧れのプレースタイルとか、そういったものはありますか。はい、鈴木愛選手がすごい憧れてるので、鈴木愛選手のようにこうやっぱりパターをやっぱ大事なとこで決めるっていうのを目標にやっています。はい、
と得意なクラブは一応ユーティリティですかね。ちょっとじゃあちょっとそこもお聞きしたいんですが、はいはい、またどうしてユーティリティが得意になったとか、なんか関係とかありますか？まあ、なんか得意なクラブ結構コロコロ変わるんですけど、今はユーティリティです。花開いて描いていた